流凶コウメで作ったカリカリ梅液弁のご飯に乗せられたカリカリ梅カリカリ梅とは、梅を大梅のうちに収穫し、カルシウムを使うことにより、果肉に含まれるペクチンが、ペクチン酸カルシウムとなり、水溶化して柔らかくなることを防いで、カリカリとした食感を残すように漬け込んだ、調味梅漬けのこと。カリカリ梅干しと間違えて呼ばれることがあるが、製造工程で日干しをしないことから、 梅干しとは全く違うものである。市販品については、群馬県の赤木フーズ株式会社が農家の梅漬けを参考にして、日本で初めて商品化に成功したとされる。用意するもの用意したお梅を水で洗って竹串などを使ってヘタを取る。水気を切って表面が乾燥したら、ホワイトリカー若干量を梅の実に振りかける。この表面が濡れた状態のお梅に、 適量の塩を振りかけてゴシゴシとかなり強めに揉む。お梅表面の緑色が濃くなったら、保存容器に移し、カルシウム分を添加し、残りの塩を振りかける。数日間にわたって、お梅から、梅酢が染み出すので時々容器を揺すって塩分が、まんべんなく、お梅に行き渡るようにする。梅酢が十分に染み出したら、梅の実と梅酢を別容器に、分離する。未着色でも良ければ、 これでカリカリ梅の完成である。赤いカリカリ梅を作る場合は、赤ジ蘇が出回る季節を待つ。赤ジ蘇が手に入ったら茎から葉っぱをちぎって、水洗いを行い水気を切る。塩を振りかけて、両手で揉むと紫色のアクが出るので絞って、アクを捨てる。取り分けてあった梅酢に塩揉みした赤ジ蘇の葉をつけると、鮮やかな赤色になるので、この赤く発色した梅酢をカリカリ梅に振りかけて、 かき混ぜる。一回では、十分に赤くならないので梅酢を塩もみした赤じその、葉とカリカリ梅との間でついたちおきに何度か往復させると、濃い赤い色になる。ありがとうございます。